皆さんが小さい頃に遊んだことがある磁石、その磁石の力で体の中を見ることができることをご存知でしょうか。それを可能にしたのが MRI です。このような機械の中に入って撮影をすることで、このように体の断面の画像を得ることができます。 MRI とはマグネティックレゾナンスイメージング、磁気共鳴画像を意味しています。 MRI ではこの磁気共鳴現象を利用して画像を得ることができます。人間の体は多数の原子によって構成されていますが、中には磁気を帯びた原子核が存在します。このような原子が強い磁場の中に入ると、一定の周期でこのようにくるくる運動を始めます。この周波数に一致した電磁波を与えてあげることで、エネルギーの吸収と放出が起きますが、この現象のことを磁気共鳴と呼んでいます。 MRI ではこの磁気共鳴現象を電気的信号として取得することによって画像を得ることができます。人間の体を撮影するには水素原子核を利用します。人の体の約 60% は水でできているために、体内に大量の水素原子核が存在するためです。こちらに MRI で得られた脳の画像を示します。 MRI ではこのように複数の種類の画像を得ることができます。これらの画像はそれぞれ含まれる情報が異なっています。そしてこれらを組み合わせて使うことによって診断の役に立てることができます。 MRI では他の装置で発見が困難な病気を見つけられることがあります。こちらは脳梗塞といって脳の血管が詰まる病気の CT 画像です。 CT 画像上では病気の位置ははっきりしません。一方でこちらの MRI の拡散強調画像という画像では、脳梗塞の部位が白く表現されていることがわかると思います。この拡散強調画像では水分子の動きやすさ、すなわち拡散と呼ばれるものを画像で表現することができるのです。私はこれまでこの拡散強調画像を発展させ、信号の変化量から生体情報を数値化する研究を行ってきました。このような研究が論文になれば、世界中の研究者との議論が活発になります。自分の研究が将来の医学の役に立てると考えるとワクワクしませんか？